5番マルガリータ・ドロビアズコ・ポビラス・バナガス組リトアニア。リズムはタソドブレ・フラメンコです。さあ、首位アニシナ・ペーズラにどこまで迫ることができるでしょうか。リトアニア・ドロビアズコ・バナガス、コンパルソリーダンス終わって2位です。パソドブレとフラメンコを踊ります。29歳と31歳、円熟味を増した演技です。最後にストレートラインステップを持ってきます。情感あふれる演技はお手の物です。リトアニア・ドロビアズコ・バナガス。やはりはい、雰囲気の、ね、作り方が非常にうまくて、それぞれの曲の感じというのをものすごく上手に、ね、表現できていると思うんですけれども、ステップがプログラムの中でステップが入っているところと全く入っていないところが非常にムラがあるんですね。ですからこれが全ての部分でステップが入ってくるとなると、ものすごく楽に高得点が狙っていける。リフトなんかはですね、持ち上げた瞬間に、本来持ち上げて滑るべき方向と違う方向にですね、向けたりとかして、すごく、これなんかそうなんですけれども、すごく難しいリフトを使ってるんですね。はい、ですからこういったところに、加えてその間のつなぎのステップが入るといいですよね。ただ滑り自体はさすがに綺麗でした。技術的な面をどう評価されるかですね。そうですね。ドロビアスコ・バナガス組、ドロビアスコ・コンポジションです。バナガス組の得点、コンポジション 5.7 5.7 5.3 5.3 から 5.7 ということで、これはアニシナ・ペーズラ組と比べますとね、やはりそのプログラムのステップの密度の差ですね。少しコンポジション得点が抑えられた面はあります。ただプレゼンテーション、表現力には定評のある2人。
リトアニアのジャッジは 5.8 を出しました。高い得点ですがアニシナ・ペーズラには届きませんでした。5組滑って第2位。第2グループの選手の皆さんは練習を開始してください。さあここまでですがアニシナ・ペーズラがやはりトップに立ちました。強さを見せましたね。そうですね、やはり滑ってのどこを滑っていてもステップが入っているという難しいプログラムを滑り切っている。そしてそれを滑りながらほとんど破綻が見えないっていう、その技術力の高さですね、そういったところが、やはり評価に間違いなくつながっています。ドロビアスコバナガス組もですね、そういう意味で言うと表現力っていうのはもう本当に素晴らしいものがあるんですけれども、やはりそこの差が出てしまったという格好だと思います。